中郷中郷会津店中郷会津店は、福島県会津若松市にあった日本の百貨店である。1963年に若松デパートとして開店し、2010年に閉店するまで47年間にわたり、会津若松市民に親しまれた百貨店であった。ここでは2013年10月25日から2020年7月31日まで営業していた関連施設、中郷サテライトショップ会津についても述べる。1963年7月に地元財界が共同出資して地下1階、地上4階建ての店舗を建設し、若松デパートとして会津若松市で百貨店を開業したのが始まりである。会津で初めて設置されたエスカレーターが人気を呼び、会津若松市の中心商店街、神明通りを代表する商業施設となった。1968年には福島市の老舗百貨店中郷と提携して会津中郷となり、1971年に増床。1992年2月期に売上高 49.3 億円を上げるなど、会津地方唯一の百貨店として親しまれた。1993年には中郷と合併して中郷会津店となり、大英グループの一員として営業していた。しかし、福島県内の百貨店売上の総額が1994年の約864億円から15年連続で、前年割れが続いて2008年に約410億円と、半分以下に落ち込むような状況の中で、中郷会津店も他の百貨店と同様に郊外に進出した大型店との競合や、リーマンショック前後からの消費不況などの影響を受けて、売上は3年連続で 10% 以上減少して2009年2月期には 25.4 億円とピークだった1992年の約半分に落ち込んでしまった。大幅な売上減少にもかかわらず、赤字には陥っていなかったが、そうした売上の減少や売上の基礎となる来店客数の減少傾向を考慮すると、開店時の地下1階、地上4階建てから地下1階、地上8階建てに増築した建物は老朽化して維持費がかさむ上、耐震基準を満たすためには建て替えが必要となっていたが、その投資回収のめどが立たないとして、年度末の2010年2月28日に閉店と、なり、若松デパート時代から数えて47年の歴史に幕を閉じた。その後、同年3月より、同市中町3丁目に所在するレジャー施設、会津ロイヤルプラザ1階に、中郷福島店会津営業所が入居し、さらに2013年10月25日から2020年7月31日まで、同プラザ2階にて、中郷サテライトショップ会津が営業していた。なお、閉店後建物はそのまま放置されていたが、2012年12月から2013年8月にかけて建物の解体工事が行われ、現在はフレンドパーク、会津若松神明通りとなっている。2009年5月22日の会津若松市役所で開かれた記者会見で中郷閉店が発表されたのを受けて、会津若松市長を会長にして、地元政財界などで中郷会津店対策協議会を立ち上げて対応を協議し閉店した翌月の3月末には会津若松市と国の2009年度の補助金計 1.45 億円を活用した街中テナントミックス事業が街開きのセレモニーを行った。この街中テナントミックス事業は2009年7月23日に開かれた会津若松市の7月臨時市議会で総額12億円の補正予算案の一部として可決されたもので中郷会津店と会津サテに入っていた約40店に中心市街地での営業継続を促し既存店17店もシャッターからガラス張りへの改装すると同時に空き店舗を改修して中郷会津店のテナント13店を含む16店の新店舗を招致して、商店街全体をデパート化することで郊外への店舗と顧客の流出阻止を目指した事業である。また、中郷が跡地を売却する方針だったため、会津若松市の第3セクターまちづくり会津が2010年9月末の入札で買収価格1円という条件で応札して交渉に入り、市中心市街地活性化基本計画の一環に位置づけられて、国や会津若松市が事業費の3分の2を負担して、市の公共施設も入居することを条件に、会津若松商工会議所も移転して入居する2階建ての複合施設建設構想が進められた。しかし、この構想は、株式の半分を持つ会津若松市幹部が入札参加の連絡を受けたのは、当日朝で入札後の10月上旬に開かれた臨時取締役会で詳細を知った取締役がいるなど、会津若松商工会議所副会頭で民間出身のまちづくり会津社長主導で十分な議論や説明がなかったことが問題視されたほか、地元の新名通り商店街が集客が期待できないと反対したため2011年3月に頓挫してしまった。定住者を増やすことで街の賑わいを取り戻すことが必要だとして、地元商店主らが商業施設とマンションを組み合わせた。施設の建設を構想しているほか、民間企業数社が跡地利用に関心を示していると言われているが、実現には至っていない。ありがとうございます。